ーンスってやつがこんな体力使うもんだったとは。マジかよ。やめたらこれ。まいたらこれじゃねえってことよ。うん、てめえゴリアテ、久しぶりに仲間に会うからってしばらく帰ってこないって言ってたじゃないか。パパの体調も良くなったし、なまった体を鍛えたいって言うから、私たちのダンスを教えてあげてたの。そしたらパパダンスに目覚めちゃって、短時間でメキメキ上達したのよ。さすがお姉さまのパパよね。かっこいいのにしない。うるせえ、何がダンスだ。ずっと部屋を占拠して踊りやがって、いつまでここにいるつもりだってんだ。やーだ、ノリノリペコだったじゃん。もうパパったら素直じゃないんだから。お姉さまが帰ってきたらダンスを見せてびっくりさせてやろうって言ってたじゃない。あ、いいパパだね。てか、え、さっきだってダンスを踊ってみて、少しはお姉さまの気持ちが分かったってカッコつけながら言ってたじゃない。子供思いだね。本当なの？うるせえうるせえ、俺は騎士だぞ。ダンスなんてチャラチャラしたもんやってられるか。やってたじゃん。ありがとうパパ、私パパのダンス楽しみにしてる。いい親子ペコだね。いや、だからあれだな、そのなんだ、死に日本はないのよね。わかったよ、しょうがねえな。てめえの目ん玉が飛び出るくらいキレッキレのダンス見せてやら。楽しみにしてるでこだよ。そうと決まりゃ早速今日から訓練場をダンスホールにして特訓だ。嘘だろ。行くぞてめえら。かしこまり、やだ。へっ、たくま。